土です。ここのところサーキット動画を何週間に何日かに分けてアップしましたが、いかがだったでしょうか。意外と僕の車は、アンダーステア気味なんですけど、まあなんだろう、意外とハードな仕様に耐えられるようになっていて、まあ、そこがなかなかサーキット走る意味で楽しい感じなんですが、まあ、なので普段はきちんとした走りをしてるつもりなんですけど、ちょっとこうサーキットで、暴れた走りをしてもそんなに破綻はしないという感じで、まあ、条件はねドライであって、当然週間も重ねてかなりタイヤのグリップが出てからってことになりますけど、まあそんな感じで結構楽しい車なんですけど、新しく油温水温油圧をつけたので、それをまあ見ながらというか、その計画がね出てっていう感じです。一応水温はね僕110度に設定してあるので、まあ、110度にはいかないと、この間のまあ袖ヶ浦フォレスト走った限りではね結構な周回を重ねたんですが、まあ、3枠走って、だいたい1回そうですね10周ぐらい9周か10周ぐらいだったので、まあ、合計30周ぐらいは走ってるんですけど、まあ、それにしても水温はまあまあ、ピーピーならなかったと。ただしちょっと油温がやっぱりどうしても、120度に設定してたんですが、ちょっと120度を超えるかなっていう感じの油温になったりしていました。最初110かなとか思ったんですけど120でした、ね、設定温度が。なので、まあ、125度にワーニングをして設定をし直して、まあ、120度以上はいかないんじゃないかなという感じですね。なのでもし125度を超えて130度ぐらいになっちゃうんだったら、まあオイルクーラーっていうのを、まあ、次は考えなきゃいけないなっていうのはまあちょっと思いました。なのでまあそういうね、なんですかね、ちょっとこうここに来て、僕の車今2万8000キロなんですけど、もう3年4年目なので、まあこうエンジンをいたわるという意味で今更かよって感じなんですが、まあそれでもねこれから先ちょっとエンジンをいたわるためにもいいかなと。油圧なんですが、やはりさ、人走ってきて、まあ、加速すれば油圧は4キロ以上にバーッと上がるんですけど、帰ってきてある程度その油温が上がったままになってくるとかなりシャバシャバになって油圧が低下するので、まあ走ってる分にはいいんですけど、停車するとやはりどうしても油圧が下がる気味になると。でエアコンとかつけてるとやっぱ負荷がかかって、やっぱシャバシャバですごく油圧がすごい低下してよくないので、やっぱ警告音があるようにしてるんで、でまあ、水温とかはだいたい80度から90度ぐらいの間に収まったりするの で油温もまあ100度から111度110度までの間に収まったりするので、まあ、これならば通常っていう感じで、帰ってきてもすぐ1分もしないうちに、まあ、クーリング中にどんどんこの、まあ、恩恵としては300のカーボンボンネットで、まあ、排熱っていうのか熱が抜けて、その抜けたおかげで油温も水温も下がるので、まあ、それを考えるとあれですね、すぐにエンジンを切れる状態、油圧が低い状態でガンガン回してればいいかなと。なので今まで帰ってきて、ボンネット開けて冷ますためにエンジンバラバラ回してたんですけど、まあ、あれは良くないというのが分かりましたね、今更ですけどね。まあ、油圧がすごい低下しちゃうので、まあ、なのでしっかり走ったらチェッカーを受けたら1周走れるので、まあ10分の8ぐらいですけどね、まあそのぐらいの走れるのでピットまでの間なので、まあゆっくりというわけじゃないですけど、まあ、巡航速度を80キロから70キロぐらいにして、で走ればまあまあ何ですかね、クーリングされるので、止まるよりかは全然クーリングされるので、まあ、そうなるとその間に、熱い熱気を抜いて、でクーリングして、でピットに帰ってきて、まあ、水温と油温を見て上がってなければエンジンを切る、まあ、それがベストかなというふうに今頃ですけどこの車に関しては思いました。やっぱ油圧の低下がすごいですね。だからどっかで走って結構すごいキンキンに熱が上がって後にエンジンかけっぱなしでボンネット開けてるっていうのは今までやってたんですけど、まあ、あれはかなりエンジンが良くないと、油圧の低下になってね、やっぱり、まあ、僕は仲間もそうなんですけど、だいたい持ちうるのエンジンオイルなんですけど、やっぱり
そのエンジンオイルがどうこうっていうよりも何よりも、それでもやっぱり油圧でね、油膜の油圧の低下があるので、まあ、それはそうですよね。だって高温にさらされて粘度がどんどん高いところにあったとしても、やっぱり熱で粘度が落ちてくるわけだから、まあ、そうなるとやっぱり厳しいっていうのがあるので、まあ、そこはちょっと今後新しいこの車の発見としては注意しなきゃいけないなと、この油圧の低下に関してはね。まあなきゃないで走るわけだし、どっちも一緒なんですよね。ただ油圧はやはりなかなかその走った後の問題だったりするので、まあ、油圧だけつけていけばいいかなと。極論油圧つけだけつけてれば多分エンジンにとってはいいんじゃないかと、オイルとエンジンに関係ですよ。で普段も油圧が上がらないとかなれば、それは当然メンテになるので、僕は油圧だけがちゃんとついてればすごくベストな状態なんじゃないかなってちょっと思ったりしてます。まあ、極論ですけどね。あとこの新しくつけた水温なんですけど、この OBG から取る水温とほぼ一緒ですね。だから OBG から取るところも100度ってなってればこっちも100度だし、90度になっても90度だし、まあ、そういう意味ではかなり OBG のから水温を取ってれば、その水温の、まあ、温度っていうのは、こういう水温計をつける定番のアッパーの位置からと同じだなっていうのが分かるので、まあそこはなんか無理して水温計をつけなくても、水温計ってあのホースをカットするので、まあそういう意味では無理して水温をつけなくても、まあ僕的には OBD から取ったやつで十分かなと思います。まあ油圧計と水温計があればほぼほぼ油温なんて大体分かるので、まあそれよりも10度から20度が高いぐらいなので、まあそれ考えると油圧計でオイルの管理をしながら、水温計 OBD の水温計見て水温上昇を見ればいいと。で OBD の方は吸気系も分かるので、吸気温度も分かるので、まあ、そういうのを考えてエンジンルーム内の温度って分かると思うので、まあ、そういうのも含めると、例えばエンジンルーム内から、普通にノーマルでとか、またはなんかむき出しで、つけてる人はベスト、そういうので吸気温度を見るのがベストなんじゃないかと思いますね。吸気温度が上がっても、まあ、そんなにですよそんなに。このターボ系はデフィのターボで、当然その中から、ターボ圧を取ってるんですけど、この今のコンピューターではだいたい 1.5 以上いくんですね。で 1.5 でその、シグナルが鳴るようにしてるんですよ、アラームが。だけど、まあ、1.5 以上かかっていてアクセル踏みっぱなしで、まあ、そこからピャーンと下がっちゃうとかいうのはないんですよね。なので、まあ、僕的に考えると、例えば 1.6 とか7とかのそのセッティングで 1.5 に落ちちゃうとか、まあ、そのぐらいの誤差はあるとは思うんですけど、まあ至ってそんなにターボのタレとかいうのがないかなというのと、まあ、多分気温とかそれからエンジンオイルの油温とか、まあ、そういうのに起因するんじゃないかと、まあ、水温だったりね、まあ、上がりすぎてしまったらそれは当然そこでエンジン的には厳しい状態なのでっていうのがまああるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、そういうのを考えると僕的にはやはりあまり気にすることはないんじゃないかっていうのと、もしそれがすごく走行が垂れちゃうんであれば、まあ思うに何かがおかしいんじゃないかという感じでしょうかね。あと袖ヶ浦は、ダンパーセッティングですけど、最初は7ぐらいで走ってたんですね。15段階の7とか6とか7かな。で結構柔らかくて、そこは結構ストレートというよりかコーナリングがすでに多いので、なのでコーナリングでこう曲がることが多いので、左をちょっとダンパーを強めにと思って、前を5、こっちを、あ、前を4、前の左を4、右を5にしたりとかして、で空気圧もどうしても左の前に負担かかるので、こっちは 1.8 で、あとは全部 1.9 とかにして、で走ってみました。まあ、なのでちょっとだけそれでいい感じかなっていうのがあったんですけど、まあ、途中で次に走る時はまたダンパーの設定をもう一段少なくして両方3の同じにしちゃいました。だから、5と5かな。
なので結構僕的にはショートサーキットじゃないけど、まあ普通の、まあ、1分以上で走るサーキットでは固めのセッティングにしてますね。フリーとかだともう4とか結構締め上げちゃうんですけど、高速なので、まあ5ぐらいは結構締めたんですよね。まあそのおかげでちょっと無理な運転しても、まあ、ロールが少なく、まあ、タイヤもグリップもあって結構いい感じで走れましたけど、まあでもなかなか難しいコーナリングばっかのコースで、まあ、僕的にはなかなかそのなんていうかレコードラインみたいなのがこう掴みづらくて、ちょっとこう悪戦苦闘しましたが、まあ、次回ね9月に、レースをしようとなっているので、ヤバルトで、それまでにはねもう1、2回行ってちょっとコースを極めて、まあ、18秒台に入れたら、まあ、後半でいいんですけど、まあ、その走りを一応ちゃんとマスターできてれば、まあ、多分レースも楽しいんじゃないかと。やはりね予選である程度タイム出してないとレースは走りづらいですからね。右カーブでも左カーブでもここの辺に持つ癖があるんですよね。なのでちょっとその辺改善、この辺ここに持ってやった方が多分効率的にいいと思うんですよね。ステアリングワークはね、なんかそんな気がしました。あとすごく気がついたんですけど、ずっと僕はノーマルモードで走ったんですよ、いつも普段で。ノーマルモードの回路ってあるじゃないですか、そのアクセルのね、まあ、なんですかね、センサーので、それが慣れちゃうんですよね。でいざサーキット走るとアクセル回路が違うので、スポーツモードにするとやっぱりフィーリングが変わるんですよ。でまあ踏みは出るんだからって思うんですけど、やっぱりそのなんだろうな、ちょっとしたこのアクセルのフィーリングが全然違うので、やっぱね違うと思いますね、すごく。それはすごく痛感して、もう今は普段からスポーツモードで、まあ、ゆっくり走ってると、そのスポーツモードのアクセル回路に慣れてるので、違和感なくスポーツモードでサーキット走れるっていう、まあ、僕だけだと思うんですけど、まあ、ものすごくそういうちょっとこうちょっとした違和感をなくすために、ちょっと最近はスポーツモードで走ってますが、それとあと、コメントにカーボンボンネットの話をいただいたんですけど、300ではカーボンボンネットは常時普段走りの時は蓋を閉める、裏蓋があるんですね、雨が入ってこないように。カーボンの、まあ、カーボンなんですけどね、カーボンのボンネットにカーボンの裏蓋がついてるんですけど、それが、まあ、10個ぐらいのビスで止めるんですよ。正確には分かんない、8個か10個ぐらいなんですけど、でちっちゃいビスで止めていくんですけど、まあ、それが結構めんどくさいんですね。あと落としそうだし、それでそのビスを、まあ、つけたり外したりするのもいいんですけど、いきなり雨が降ってきたらつけるの大変なので、まあ、常時つけとくっていうのが、まあ、300の、まあ、デフォなんですね、その仕様のね。で実はその開けて走ってても閉めて走ってても、まあ、そんなに吸気も水温も変わらないっていうのが、まあ、基本ですね。そこから風が抜けないので、サイドから抜けると言ってるんですけど、多分これぐらいの50キロぐらいのスピードじゃ多分そんなにサイドから抜けないですね。やっぱり高速道路とかの100キロとか東名とかで100キロ走る分にはかなり抜けていくと思うんですけど、でシリーズ4だとゴムの何ていうんですかね、雨がそこから入ってこないようにとか、ボンネット の仕切りがあって、まあ、基本そのパネルのつなぎ目のところなんですけど、そこのゴムがあるので結構排気効率悪いんですよ。だから僕はそのゴムを取っちゃってますね。まあつけられるんですけど、普段は取ってます。取ると何がまずいかっていうと、多分その、ワイパーのところって分厚になってるんで、そこから空気が入ってくると思うんですけど、まあ、そこでのなんだろう、普通に洗車とかまたは分厚になってるんだけど、そこでは多分水は入ってこないんですよ、走ればね。だけど洗車したりとか止まってて雨が降ってたりするときに、その辺がちょっと汚れるっていうかね、多分そんな感じがするんですよ。なので
まあ、僕的にはあまりおすすめじゃないんですけど、でも空気を抜くためにはそこのゴムを外さないと効率的ではないなっていうのがちょっと僕の思いですね。なのでカーボンボネットにしたからって、そのダクトがあるボネットにしたからって何かそこで水温とか吸気温度が下がるってわけではないというのはまあ一つ。あとはまあ見た目かっこいいじゃないですか、こうなんか走り屋っぽくてサーキット走ってますよみたいな感じで、なのでそういう意味ではそのダクトをついてるボンネットはいいかなっていうですね。でサーキットに走ると本当に効果があるんですよ、これめちゃめちゃ効果ありますよ。やっぱり水温なんて105度以上上がんないし、うん、ある意味安定してますよ。だからすごい効果があるんだなと。やっぱり抜けるんですよね、空気がね。だからそういう意味ではこのダクトがサイドと真ん中についてるのは意味があるんだなっていうのは改めて思いました。あと今回その走って思ったのは、僕、ロアームにピロを入れたんですね。で当然、ダンパーもアッパーはピロが入ってるんですけど、ダンパーが付けられるようにピロアッパーになってるんですが、だから上下ピロなんですけど、やっぱいいですよ、コーナリングの性能が。なんだろうな、なんか切ったら切った分だけ曲がるし、多少アンダーステアで飛び込んでいっても、まあ、曲がってくれるし、まあ、LSD の運転もあるんですけど、まあ、そういう意味ではすごいなかなかいいっすね。ちょっとそこは、まあ、ピロにしてすげえ良かったかなと思う一つですね。今回サーキットをちょっと全開で、また富士とは違って、袖ヶ浦とか筑波とかっていうのは、まあ、意外と中高速なので、そこでのコーナリングっていうのはやっぱり結構な速度でのコーナリングが多いんですよね、ショートサーキットと違って。そこでの曲がる時のやっぱり挙動がすごくいい、まあ、前回、本庄サーキットで走った時も、まあ、僕的にはあこれいいなと思ったんですよね。ショートサーキットでブレーキングして曲がっていくにしても、やっぱり曲がった分だけ切れていくし、そこによれがないので、まあすごくいいですよ。なかなかやっぱりそういうメカ的なチューニングはやっぱ意味がありますよね。まあ、それなりに費用対効果がそこにあるかどうかっていうのは個人の問題ですけど、でも僕的には費用対効果があったんじゃないかと。すごく楽に走れますからね、サーキットで無理せず。これが全ての人に当てはまるわけではなくて、自分の感想なので、まあ、それぞれ聞いて何言ってんだよって思われたらそれはそれで、申し訳なく思うんですけど、まあ、人それぞれ、まあ、安全ってところはね多分一緒だと思うので、まあ、皆さん安全にね車を走るっていうところで、それをやっぱり極めることが一番大事なことなんじゃないかなって僕は思いますね。無理なことはしないっていうね。落っこってても速度域が遅ければ避けられますからね。そういう意味でやっぱり制限速度を、まあ、ある程度守ったりとか、それからきちんとこう安全確認を走るとかいうのはすごく大事なことかなと。シーンなんかも撮りたいので、また今度は夜のシーンなんかも撮ってみたいと思います。それではお疲れ様でした。